球安本春と VS メールダードサヤディ。この試合はフェザー級57.5キロ3分3ラウンドの一戦、安本春対メールダードサヤディの一戦です。この試合解説はブラックパンサーベイノア選手、そして宮崎小一選手です。お二人よろしくお願いします。お願いします。さあベイノア選手、楽しみな一戦になりますね。来ましたね。来ましたよ、生安本、ライズで見れますよ。久々に戻ってきました安本春、しかも強くなって帰ってきました。いやー、相当強いですから、本当に。いやー、宮崎選手、はい、本当に今日の試合の中でもまた楽しみの一戦の一つですよね。そうですね、注目して見てみたいと思います。すごい楽しみです。果たして今日の試合以下ではフェザー級がこれからどうなってしまうのかという感じにもなりますが、第1ラウンドが始まりました。赤いトランス、そしてグローブに赤いテープが巻いてあるのが安本ハルトです。そして白いトランス、黒のベルトライン、グローブには青いベルトがテープが巻いてありますメールダードサヤディです。まずはローキックから入っていきましたサヤディ。そしてハイキック、ハイキックを出していきますメールダードサヤディです。イラン出身の選手です。エッジフッカスのこれ2つ目でこの国際戦ですからね。久しぶりにこのライズのリングに戻ってきました安本春人。いや、強烈なローを出していきますサヤディです。早い、この辺りは一気に距離を詰めてというところになります。山田サヤディ選手も16勝3敗で 8KO ですからね。そうですね、実力ありますから。上がりですけれども、宮崎選手どうですか。そうですね、お互い蹴りで、距離を取ってっていう感じなのかなって思います。はい、はい、先ほどからローキックを出しているメールダードサヤリー、ちょっとこうスイッチしながら戦っているような感じもありますね。そうですね、はい、安本選手もあのサースポここから前に出てきましたサヤリーです。思った以上に伸びてくんじゃないですかね。しかも上手にここをパンチを出していきますサヤリーです。フォア回転した相当性大きいんじゃないですか。サヤリーが179センチ、そして安本が174センチです。安本選手も多分自分より大きい選手とやるのもなかなかないと思うんで、やりづらいかなって感じはありますよね。ほど安本選手もサヤリーの方が身長では上回っています。ラスマル選手、はい、安本も結構冷静に対応してますよね。そうですね、はい、その別に慌ててはないと思いますね。ガードを出しながらという安本、ガードの間を突き破るような左を出していきます。あ、ハイキック、サヤリーキックを返していき安本、ここでギアを2つ上げるか安本、下のこもった蹴りを出していきます。メイノ選手、この辺り安本蹴り力ありますね。さすがですね。右ですかね。右ですかね。決めてみせました。すごいな、一気にパンチで相手を沈めていきました。安本ハルト、セラリーですよ、悪くないですよね。なんだかやりづらいですよね。はい、1ラウンド2分44秒という KO タイムになりました。いや、宮崎選手、はい、第2ラウンドに行くのかなって思ったところだったんですけれども ね、 そうですね、はい、一瞬の隙をやっぱ見逃さないのは本当にすごいなと思いますね、安本選手。リプレイ見たいですけど、リプレイこれからちょっとお届けします。ですかね、右のフック、ショートフックですかね。まあ、かなり距離が詰まったところ、相手を沈めていきました安本春人です。いや、強いですね。ロ
ントレットフェザー級王者、 WBC ムエタイ日本統一フェザー級王者でもあります安本春人。16歳でデビューをして、これが29戦目ということになりました。まあ、久しぶりに戻ってきて、先ほど前の選手も話がありましたけれども、国際戦でしたからね、いうコメントをされていましたが、結果1ラウンド KO ということになりました。安本春人選手にコメントをいただきます。はじめまして、安本春人って言います。橋本道場です。今日は、応援してくれた人、ありがとうございました。もっともっとライズ、フェザー級今盛り上がってないと思うんで、僕が盛り上げていくんで、ぜひ注目して、毎試合毎試合注目して見ていただけるとありがたいです。これからも応援よろしくお願いします。おーす、ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。本当にやっとハルトのコメントでしたけれども、メイナー選手どういう風に感じましたか？そうですね、フェザー級集まってきますから、あったりそうですね、本当にこれから楽しみですよね、どうなっても。